こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。いつもおっとりや動画をご覧いただきありがとうございます。本日も素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら VGKTR45 になります。あの寺田楽器さんがですね、手掛けるオリジナルブランドの VG、 もう当店でもですね、おすすめのメーカーの一つでございます。こちらはですね、J45 をですね、イメージしたモデルとなっておりまして、VG の中でも大変人気があるモデルとなっております。はい、では早速、スペックの方からご紹介いたします。トップの方がスプルース、サイドバックの方がマホガニーのオール単板となっております。そして、このネックの方もマホガニーで、この指板とブリッジの方はローズウッドとなっております。このローズウッドの中でもですね、この綺麗な木目がしっかり出ておりまして、もう上質な材を使用しております。そしてペグの方ですね、こちらクルーソンタイプの白ボタンペグが搭載されておりまして、このピックガードはラージピックガード、そしてツーリングという仕様になっておりますので、 J45 でも60年代をですねイメージしたような作りとなっております。はい、あとこのネックですね、非常に握りやすいです。日本人の体型に合わせたようなネックグリップですので弾きやすいですね。そしてこの幅にちょっと注目していただきたいんですけども、実はこちら本家ですね、 J45 よりですね約1センチほど薄くなっておりまして、抱えた時にですね非常にフィットして弾きやすいです。もうこれもさすが寺田楽器さんのもう設計だなっていうところですね。非常に日本人の体型に合ったそんなモデルとなっております。はい、では早速ですね、サウンドですね、サウンドのご紹介なんですけども、さすが寺田楽器さんが手掛ける VG でございます。非常に良くなっております。本家の J45 とはまた違うサウンドですね。あの日本製特有の繊細なですね、低音から高音までバランスよくなってくれるところ、あとレスポンスの良さですとか、一音一音の粒がしっかりしている、はっきりしている、非常に綺麗なクリアなサウンドをしております。どんなサウンドなのかぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。いかがでしょうか。非常に良くなってます。音の抜けも抜群にいいですね。でこの一音一音のこの
綺麗なサウンド、まさしくこれは寺田楽器さんだなっていうところですね。非常に良いサウンドだと思います。では指弾きの方もしてみたいと思います。ありがとうございます。もうこの一音一音もですね、綺麗に出てくれますので、もう繊細なアルペジオでもですね、しっかりと奏でてくれる、そんな一本だと思います。もうピックを使ったもうロックからですね、という感じで、もうオールマイティにお使いいただける素晴らしいモデルだと思います。はい、でコンディションの方なんですけども、バックにですね、バックル傷がいくつかございます。わかりますでしょうか。ここにもバックルによるでしょうかね、あの線傷が入ってたりとかしてますけども、全体的に見ると大きなダメージ、木部の割れですとか大きなリペア歴とかはございません。あの融通度としてはですね、あの非常に良好な個体でございます。はい、このなかなかですね、この VG のモデルというのはユーズドでもあまり出回ることがないですね、大変人気があるモデルでございます。特にこの J45 タイプ、オール単板のタイプはですね、人気がございますので、お探しだった方、また国産のですね、あの良質な鳴りのいいギターをお探しの方にはですね、ぜひこれはおすすめしたいなと思います。でこちらのギターのですね、詳しい詳細ですとか価格はですね、この欄外にあります J ギターのリンクが貼ってありますので、そちらの方から確認していただければと思います。はい、ということで本日は VGKTR45 をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりやギターでした。